青山渚の迷わず渚。なぎっこの皆さん、こんばんは。青山渚です。この番組は迷わずに青山渚自身の気持ちを素直に皆さんに伝えていこうというパーソナル系トーク番組です。皆さんぜひハッシュタグマヨナギとハッシュタグ迷わず渚をつけて X などでも実況しながら楽しんでください。マヨナギ、迷わず渚は全部ひらがなでお願いします。本日もですね、サテライトスタジオでお届けしております。環境音バッチリでございます。さっき気づいたんですけど、あの電車が通ると揺れるちょっとちゃんとなんていうの、じっくり聞いたら、あ、今電車通ったんだなってわかるかもしれないそんなスタジオでお届けしたいと思います。何にしよっかな。お、そうじゃん、9月といえば3連休が2回ありますね。うー、そんな3連休には私青山に会えるイベントもございます。9月16日は青山渚ファーストアルバム解放発売記念イベントがあるあるシティで開催されます。あとは青山渚がやってくるもね、イベントございまして、いや楽しみですね。なんかね、あのやってくる、本当に前回やった時面白かったんですよ。今までのイベントで一番笑ったんじゃないかっていうぐらいめちゃめちゃ楽しかった思い出があるので、今回も楽しみでございます。でね、あのあるあるシティはちょっと行ったらおーってなるようなことがあったりなかったり、私はすごく楽しみにしていて、館内歩きたいなっていう感じなので、ぜひ皆さんお時間ある方は行ってみてください。今日は9月8日98の語呂合わせでスープご飯のクッパの日だそうです。あ、そうなんだ。へえ、クッパ、クッパ、確かにね。じゃあハッシュタグマヨナギ、ハッシュタグ迷わず渚をつけてポストしてもらおうかな。クッパ好きお願いします。クッパ好き、私は好きだよそれでは最後まで迷わずお付き合いよろしくお願いします。青山渚の迷わず渚スタートです。青山渚の迷わず渚、他では聞かれたことがない質問だけに答えよう、ここだけ渚。皆さんから送っていただいた質問に答えるコーナーなのですが、ここだけと言っているように、もしもその質問がここだけではなく他でも聞かれたことがある質問だった場合は、質問をご紹介させていただいてもお答えすることができません。さらに他で聞かれたことがない質問だったとしても、それさすがに別に知りたくないでしょ、別に知らんでえやろという質問に対しても回答を控えさせていただきます。え、ちょっと久しぶりすぎて忘れてそう。ちょっともう行ってみましょうか。では最初の質問メールはこちらです。なぎっこの試験員さんからです。子供の頃好きだった公園の遊具は何ですか。それではこちらの質問にお答えするかどうかを発表しましょう。こちらの質問は、他で聞かれたことが、ありません。多分ないと思う。でもあったような気もする。私の今の記憶の中にはないということで答えます。鉄棒。鉄棒大好きで、それこそ小学校の休み時間、小学生の頃の休み時間は鉄棒でめっちゃ遊んでました。なんだっけ、なんかいろんな技があるじゃないですか。基本的に全部できた。本当になんかね、学校の中でもかなり上手い方だったらしくて、ずっと鉄棒練習してましたね。だから手がマジで鉄臭かった。ちゃんと洗わないともう鉄赤くなるし、なんかもうなんていう、黒っぽくなってくる鉄で大車輪ってどういうやつでしたっけ。やってましたね。あとなんか鉄棒の上に乗ってゴロンっていく、なんか
ジャンプしたりして、どのぐらい飛べたのかを競うやつとかやってました。本当に危ない足にずっとやってたんですよ。怪我してましたもん、それで。そう、危ない、女の子あんまりやらないようなやつとかをめちゃめちゃやって、みんなで競ってましたね。懐かしい。あともブランコあるじゃないですか。ブランコの周りってなんか柵みたい、柵じゃないけどここ入らないでねっていうのあるじゃないですか。あれをどのぐらい飛び越えられるかチャレンジとかやってましたね。マジで危ない。ブランコ立ちこぎしてせーのーって言って行くって。で泥だらけになる、傷だらけ。そういう人間でした。そういうやんちゃな子供でしたね、私は。めっちゃね、傷つくって怒られてました。はい。でもバレエやってたからそういうのやってるとできないんですよ。だからなるべく怪我をしない技術を身につけるっていう方に重点を置いて頑張ってましたね。では続いて、なぎっこのかのさんからです。なぎちゃんがビームを発射するとしたら、口から出すか目から出すかどっちがいいですか？それではこちらの質問にお答えするかどうかを発表しましょう。こちらの質問は、別に知らんでいいやろ。何まず前提がおかしいね。なんか全然現実的じゃないの来たんだけど。聞かれたことないし、口から出すか目から出すかどっちがいいか考えたこともなかったですね。どっち、ビーム、どっちかな。でも口からの方がいいかな。目から出したらさ、そのビーム出してる瞬間ってさ、自分の目から目見えないってことでしょ。その間にさ、後ろから敵に襲われる可能性もあるから、口だったらさ目見えてるから、なんか後ろから来ても大丈夫ってことで、もう口ですかね。答えたけど、ちなみに何色のビームがいい？何でもいいよ。何色？なんかよくあるのは赤か緑とかもある。なんかでも気持ち悪い色がいいな。紫とかがいいかもしれない。もう見たらみんな、これは絶対に当たってはいけないものだって逃げてくれる気がするから、紫とかちょっとドス黒い、ちょっとドス黒い紫がいいですね。それも口から出すって最悪じゃん。口からドス黒い色のビームを出したいと思います。では続いて、なぎっこの見習い六段さんからいただきました。これ一番言われたわというお母さんの言葉は、それではこちらの質問にお答えするかどうかを発表しましょう。こちらの質問は、他で聞かれたことがありません。一番言われたことは、洗濯物片付けて。これですね。昨日も言われました。干して畳んだ洗濯物をそのまま放置して、今にリビングの居間に置いといたんです。そしたら、渚洗濯物片付けて。はい。これ昨日やりましたね。これやるんですよね。だってさ、なんていうのかな、お家にいる時が、まあ普通のね、お仕事をされてて会社で仕事をして、お家では完全にオフっていう方多いと思うんですけど、私って家でも仕事してることが多いんですよ。そうで、寝っ転がりながらそれこそ歌詞考えたり、いろんな番組のアンケートとか答えたりしてるので、親からしたら完全に、あ、なんていうんですか、まあ X 見てる人とか YouTube 見てる人みたいな、そういうね感覚なんだと思うんですけど、私的には仕事、寝ながら仕事してるんですよ。そう、それで多分めっちゃ真剣にね、ブツ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 なんか言いながらやってる時も、親からパッと見た瞬間は、多分私は暇な人で、暇なのに洗濯物を片付けてない女って思われてるわけですよ。私的にはこの仕事が終わってから片付けようって思ってるのに、言われるから、はーいって言ってそのまま仕事します。ね、何回かずっと寝てるからさ、寝ながらやってるから何回か言われるんですよ。何十分後かに、洗濯物片付けて。
はーい。このやり取り昨日も何回もしました。まずね、片付ければいいんですけどね、やっぱりさ、その歌詞考えてる時とかは同じことを集中したいから、もうその場から動きたくないよ。飲み物とか飲むのも気が引けるぐらいその場でじっとしてたいタイプなので、まあ、結果的にね、それをね、まあ、お昼過ぎに言われて片付けたの夕方でしたね。はい、ちゃんと片付けます。じゃあ次行きます。次はなぎっこの J パンクさんからです。それさ、ちょっとこれ一つ言っていい？あのね、ずっとなぎっこの J パンクさんって言ってるんだけど、本当は AJ パンクさんなの。分かってるよ、分かってるんだけど、なんか AJ パンクさんがなんかずっと一生名前、間違えられてるっていうのをっていうつぶやきをどっかで見てずっと間違えてあげてる。間違えてあげてる。そう、なんか何回も間違えられてんだよなみたいなことをね、結構いろんなところでつぶやくのを見て、私は分かってるけど、あえてそれに一回も触れずにずっと J パンクさんって言ってきた。ちょっとさすがにかわいそうになったから、これわざとだよっていうのをお伝えしました。いや、そんな J パンクさんからなぎちゃんが今までで一番見返した映画って何ですか？見返した映画ね。それではこちらの質問にお答えするかどうかを発表しましょう。こちらの質問は、他で聞かれたことがあります。残念でした。これね、マヨナギでもね、どっかで言ってたかもしれない、うん、多分皆さんの中で2つぐらい候補があるのかなって思うんですけど、正解はジブリ作品のものですね、うん、まあ、答えない、まあ、答えないけど、みんな頑張って遡って、どうやって遡るのか分かんないけど、分かる方じゃあ教えてあげてね、ハッシュタグで。じゃあ次行きます。なぎっこのビビビリさんからいただきました。今までどんな自由研究をしたことがありますか？それではこちらの質問にお答えするかどうかを発表しましょう。こちらの質問は、他で聞かれたことがあります。どんまい、どんまい、あるよ。夏休みの時のラジオとかね、自由研究何してたっていうので答えたことあります。じゃあ覚えてる人よろしく。で次行きます。なぎっこのロックオフさんからです。10年前の青山さんに何かメッセージを送るなら何て送りますか？それではこちらの質問にお答えするかどうかを発表しましょう。こちらの質問は、別に知らんでいいやろ。知らなくてもよくない？10年前、16歳、だって、知りたい？16歳の時だから高校1年生か2年生ぐらいかな。何かメッセージを送るなら何て送るか、何送るかな、ねえ、なんだろう、たくさん食べてね。たくさん食べても大丈夫だよ、今体重落ちてるからみたいな。高校生の時は、高校生ってさ、やっぱめっちゃ蓄える時期じゃないですか。だから体重の上がり下がり、増えたり減ったりすごかったですね。あと私バレーボール部だったんで、めちゃめちゃ食べてたんです。野球部の男の子ってめっちゃご飯食べさせるイメージあるじゃないですか。あれと同じレベルで食べさせられてました。だけど、まあ、結果的に10年後今高校生の時より痩せてるから、たくさん食べて大丈夫だよって送ります。続いてなぎっこのギリンさんからです。ついやっちゃう手癖はありますか？僕はハンバーガーの包装紙を無意識に綺麗に畳みます。おお、すごいじゃん。それではこちらの質問にお答えするかどうかを発表しましょう。こちらの質問は、
他で聞かれたことがありません。聞かれたことないかも。手癖は、あ、これだ。聞こえる？人差し指の骨がちょっとだけ鳴るんですよ。ほんまちょっとだけ。あの肩はね、バキってちゃんと実声みたいな音声として聞き取れるんですけど、このちょっと本当にちょっとだけ人差し指鳴るんですよね。自分の中でしか分かんないぐらい。それをなんかやっちゃいますね。うん、それが癖。ハンバーガーの包装紙はもうありえないぐらい全ての今までのストレスを全部ぶつける勢いでちっちゃくします。そう、ゴミのさ幅を少なくさせようってことなんだけど、もうカーンって感じで限界までちっちゃくして捨てるかもしれない。これ手癖ですかね。うん、そんな感じでございます。ということで皆さん、たくさんの質問メールありがとうございました。これからもぜひ他で聞かれたことがないだろうけど本気で知りたいこと、青山渚が答えたくなる質問をお待ちしています。以上、ここだけ渚でした。なぎっこの黒い葉っぱさんからの叫んで渚、プレゼントが当たるかもしれない懸賞なのに住所を書くの忘れてました。頑張って書いたのに。頑張りって方向性が違う時もあるからね。次、頑張って。青山渚の迷わず渚。皆さんからのお便りを紹介するふつおた渚のコーナーです。それではご紹介しましょう。まずはなぎっこのニコブレさんからです。マヨナギアクスタファイルですが、私は家計簿をつけるのに使っています。おファイルの上段にはレシートを入れ、下には日付と用途を書いたメモを入れることで日々の支出を管理しています。わすごい。そのおかげで今月自分はいくら使ったのかをより細かく把握できるようになったので、なぎっこの皆さんにもおすすめです。 PS、 ちなみにこんな感じで使ってますと写真もいただきました。いや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 、真面目か。いや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 、すんご、なにこれ。2024マヨナギコミケ大8月10日土曜日っていうのを下に入れて、上はそのなんていうの、交通費とかなんかいろいろかな、なんだろう、レシート系を入れてますね。すごっ。8月11日日曜日、ニコブレさん洋服買ったらしいよ。8月12日次の日はねカフェ行ったんだって。へ、すごっ。毎日入れてんの、すごいね。はあ、なんかこういうさ真面目にコツコツやるのできるようになりたいわ。私なんてさ領収書とかね、あのもらったのを一つの大きい紙袋みたいなところがあって、そこにファイルがあるんですよ。そこにもうぶち込んで終了で1ヶ月ぐらいまとめて全部やってますね。いや偉い、これ毎日やるのが絶対いいんだよね。分かってんだって、分かってるけどさ、毎日ってすごくない？ほんとすごい。でもね、私の父親がこうニコブラさんタイプなんですよ。毎日領収書とかそういうレシートをホッチキスでカシャってやるぐらいね、あのコツコツ派で、私には全く遺伝しなかった。よし、次行きます。なぎっこのリプさんです。私はアクスタファイルを活用して500円玉貯金を始めてみました。すごい、全ページ貯まれば24,000円分、なんとアクスタファイルが5冊も買えてしまうのです。すごい、今度かわいい、あの1ページに6個500円玉が入ってる、かわいい。でもさ、別にこれじゃなくてもよくない？缶とかでいいんじゃん。見やすいね、確かに1ページに6個までしか入らないって考えたら、そうなんだ。へー、24,000円分貯まったらまたアクスタファイル買ってね。そしたらもうエンドレスでそのアクスタファイルだけ溜まっていくっていう方式になるよ。面白いね、貯金箱にしちゃってるのね。貯金
インファイル。500円玉貯金したことある？ないです。でも100円玉貯金してます、ずっと。なんかお財布の中に100円玉貯まったなと思ったら入れてます、缶の中に。めっちゃ溜まってる、すんごい重い、いくらか分かんないけど、100円玉入れてすんごいずっしりだから相当溜まってるんじゃないですかね。多分何万とかそのぐらいは溜まってますそれを使う時が来るのか。でもなんかなんていうの、災害用とかそういうように回そうかなって思っております。続いて、なぎっこのりゅうたろうさんからです。マヨナギアクスタファイルの新しい使い道ですが、ポイントカードはもちろん診察券も入れられるので、お薬手帳代わりにもなります。すごいすごい、んすごいよ。だけど写真が今来ている。これ入ってんの？はい、はみ出てない。んもうこれ入ってる、入ってるのかもしれないけど相当取り出しづらいよ取るのに20秒くらいかかる感じかな。だってなんか診察券重なってるもんえ、これ入ってる、ん入ってるのか。ちょっと怪しいことが起こってるけど、まあでもね、お薬手帳代わりに使えてるならよかった。うんうんうん。でも持ち運ぶ時に落ちないといいねすごいね、もう新しい使い方ありがとうございます。続いて、なぎっこの柴犬小太郎さんからです。マヨナギアクスタファイルの新しい使い方を真面目に検証してみました。お、それぞれ綺麗に入ったものは上段、一般的なサイズのラバーストラップやアクリルキーホルダー、チェキサイズのカード、トレーディングカード、おお入ってますね、すごい。そして下段、小さめサイズのアクリルキーホルダー、直径5センチ程度の缶バッジ、4.8 センチの正方形サイズのシール、いろいろなものが入ることが分かりました。めちゃめちゃ検証してくれてるじゃん。もういいんじゃない、これ使えそうだね。トレーディングカード入るんだ。これ入るけどさ、取り出すのめっちゃ大変なパターンじゃない？なんか見た目的にはすごい大変そうに見えるけど、あ、そっか、上段は取り出しやすいんだね。下段がちょっと大変なやつなんだよね、これ。そういうことね。いや使ってくれて嬉しいよ。チェキ良さそう。確かに上段にチェキ入れるのめちゃめちゃいいかもしれない、トレーディングカードとか。そうね、私のバースデーのイベントでね、そういうのチェキのねカードあったので、ぜひ皆さん入れてみてください。続いて、なぎっこの卵毎日さんからいただきました。令和県民教育大学、そうだったのか学べる県民学を見たよ、ありがとうございます。ナバナ助教、見た目はマスコットキャラっぽいけど意外と厳しいコメントが多かったね。うんうん。関東地方の県について偏見を知るのがとても楽しかったよ。外国人としては他の県についての知識は主にイベント会場に関することが多いから、はあ、確かに。ところで東京出身のなぎちゃんがナレーションを担当してみて特に驚いたことは何だったのかなといただきました。ありがとうございます。海外からのメッセージ嬉しい、ありがとう。ナバナちゃんね、すごいね、可愛いね、見た目ちょっとバナナみたいなね感じなんですけど、言うことめちゃめちゃ辛辣なんですよ。廊下に立ってなさいとかね、そういうねツッコミをたくさんする子でして、驚いたことはなんだろう、なんかね、知らないことばっかりだった。初めて、あ、そうなんだっていうことが多くて、特にグルメ情報が多かったんですよね。埼玉がうどん県っていうことを初めて知って、そう、武蔵野うどんとかを知ってたんですけど、まさかのうどんの生産量が全国2位、そう、びっくり、え、そうなのみたいな、全然気にしたことなかったんですけど、ああそうなんだみたいな、なんか香川とかのねイメージが強かったので、うえーと思ったり、あとはなんか群馬のね、わからない部分がすごい、わからない、なんかなんていうの、群馬県民から見ても何があるか分かんないみたいな、そういう地域について知ることができましたね。本当に私も分からないところがたくさんあった。だけどね、結構いろんなご当地グルメがたくさん登場してて、私も行ってみたいなと思いました。ということで、放送を見てね、なんか美味しそうなところあったよって方はぜひ行ってみてください。ということで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。
みっこのボンボホリさんからの叫んで渚。ガムを噛みながら喉飴を舐めたら舌噛んだ。じゃあ次はガムと喉飴とポテチも一緒にチャレンジしてみようね。青山渚の迷わず渚。渚、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。さてこの番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスはnagi@joqr.net nagi@joqr.net です。そして番組のアーカイブが文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルで毎週月曜に更新されますので、こちらもチェックしてください。そしてマヨナギ公式 X には番組情報の他にもナギっ子のユーソロさんからのリクエスト、バンジージャンプ飛ぶ1秒前の青山ネギサの写真もアップされますので、そちらもご確認ください。1秒前ね、やったことないけどね。 OK、 それでは青山ネギサ情報です。2024年12月12日から三越劇場にて始まる舞台歌劇少女第2章に野島聖役として出演させていただきます。詳しくは公式ホームページをご確認ください。そして9月17日19時から BS 日テレ新番組仲良し旅シリーズ第1弾に月根コナちゃんと一緒に出演させていただきます。この日は生配信がございますので、ぜひ皆さんご覧ください。そして10月16日青山渚ファーストアルバム解放を発売させていただきます。現在予約受付中となっておりまして、9月16日もうすぐですね、には福岡の小倉あるあるシティでリリースイベントを開催させていただきます。そしてその次が9月23日東京のララポート豊洲、そして発売日当日10月16日は東京の池袋サンシャインシティ噴水広場にて開催させていただきます。ミニライブがあるララポート豊洲と池袋サンシャインシティ噴水広場の方はフリーライブとなっていますので、ぜひね、あの仕事終わりとか学校終わりに時間合いそうだなっていう方は、もうフリーですからね、お金かからないので、ぜひ聞きに来てほしいなと思っております。そして9月16日までの期間でファミリーマートビジョンにてファーストアルバム&ファーストライブのスポットが放映中です。こちらですね、開放の MV や告知動画が放映されておりまして、ファミリーマートビジョンっていうあのレジの上のところに3つ大きい液晶画面があって、そこで流れておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。最後に11月4日青山渚ファーストライブ開放、こちらは豊洲ピットにて開催させていただきます。チケットの詳細は青山渚オフィシャルホームページをご確認ください。ということで本日の放送はいかがだったでしょうか。久しぶりのね、ここだけ渚やって、やっぱこれ面白いね、またやりたいなと思っております。そして来週のね3連休、福岡でみんなに会えるのを楽しみにしています。それでは今回の迷わず渚はここまで。お相手は青山渚でした。またねー。